皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、ゆっくりマリサです。このチャンネルではアニメや漫画のキャラなどを解説してて再生リストからでも気軽に視聴できるのでよければ他の動画のご視聴よろしくお願いします。ねえマリサ、鬼滅の刃でこれ何だったんだ？って設定がいくつかあるわよね。そうだな。まあ、漫画とか小説で未回収伏線やこれ意味ある？って言いたくなる設定があるよな。まあ、そういう設定があることなんて特に珍しいことではないんだがな。ただ、未回収伏線の中には意味深な伏線があったのに結局回収されなかった伏線や設定が存在するぜ。鬼滅の刃にもそういった伏線や設定がいくつか存在するので話していこうと思うぜ。お願いします。まず一つ目は階級制度だな。鬼滅の刃のいらない設定筆頭だぜ。いらないと言われてる理由はやはり柱とそうでない大使で大別されるようになったからだな。柱というのは階級制度の実感より上の位だぜ。鬼殺隊の階級制度には上から木の絵、木のと、火の絵、火のと、土の絵、土のと、火の絵、火のと、水の絵、水のとの10段階あり、木の絵の上が柱なわけだぜ。だが、無駄に階級が多い割に物語で言及されることがほとんどなかったぜ。せいぜい最下級の水のとや一番上の階級である木の絵が出るぐらいよね。すべての鬼殺隊は水のとからスタートするため、水のとという階級は割と出てくるぜ。一番上の木の絵も言ってしまえば柱候補生であるため、外伝では名前が出てくることがあるぜ。だが、それ以外の8つの階級については言及されることがほとんどないぜ。遊郭編では炭治郎、伊之助、善逸はカノエであることが明かされてるが、水のとからいきなり階級が上昇してたので混乱する読者が結構いたぜ。こういう階級って漫画では割と丁寧に上がったことが描写されるはずなのに鬼滅の刃は知らないうちに階級が上がってるのよね。一応、ファンブックでは何人かの剣士の階級が明かされており、炭治郎、伊之助、善逸は12気づきと何度も交戦、倒してるからか短期間で出世しまくったようで、無限城決戦編の時点で上から3番目の火の絵まで上がってるぜ。玄野も上限の鬼と交戦し、撃破に貢献してるからか上から4番目の火の戸まで上げてるぜ。カナオは12気づきとの交戦こそほとんどなかったが、多くの戦果を上げてるからか、玄野と同様火の戸まで上がってるぜ。てか炭治郎の貢献度がめちゃくちゃ高い割に木の絵じゃないのね。それも結構突っ込まれてるぜ。明確な階級昇格基準も不明であり、階級制度についてはあやふやな部分が多いぜ。どうやら、鋼塚の話によると階級制度は戦国時代から始まったらしいぜ。てか柱の条件の一つは12気づきを倒すことなんだが、なんで炭治郎は12気づきを倒してるのに柱になれないんだよと突っ込まれることもあるぜ。これについては単行本、ファンブックで理由が明かされてるわね。炭治郎が12気づきを倒しても柱になれない理由は木の絵じゃないからと柱は9人と定員が決まってるからだな。木の絵じゃなかったらいくら12気づきを倒しても柱に欠員が出たとしてもなるのは不可能らしいぜ。実際、煉獄が死亡しても宇髄が引退しても新たな柱が補充されることはなかったぜ。ちなみに12気づきを倒す以外にも柱になる条件は存在し、それは鬼を50体討伐することだぜ。これまた木の絵になってる必要があるぜ。また、柱は画数が9画ゆえに定員が9名という決まりがあるぜ。まあ、炭治郎は柱になることに全くこだわってないのでそこまで問題ではないのかもな。言われてみれば炭治郎って階級にかなり無頓着だったし、炭治郎の性格的な問題もあって階級に触れることがあまりできなかったのかもね。また、鬼殺隊の給料は階級によって決まってるらしく、階級を細かく10段階も分けてるのは与える金額を振り分けるためというのもあるかもしれないぜ。まあ、読者からしたら割とどうでもいいので10段階も分ける意味がわからないと思う人も多いがな。最下級の水の戸でも現代でいう20万ぐらいはもらえてるのでかなり金払いはいいぜ。ちなみに柱は望む分だけ金をもらえるぜ。最下級の水の戸ですら20万ももらえるんだったら木の絵とかだと100万ぐらいもらってそう。一応、階級制度の源流は刀鍛冶の里編で言及されてるほか、遊郭編にて階級を示す仕組みが説明されたり、ファンブックで大使の階級が載ってるので、最低限の設定は明かされてると言えるぜ。ただ、読者や視聴者からしたら柱とそれ以外の大使で大別可能である上20段階も階級を振り分ける意味がわからないので鬼滅の刃の設定の中でもいらない設定筆頭として扱われることが多いぜ。こうしてみると階級制度の設定も最低限言及されてはいるのね。それでもいらない気がするけど。二つ目は青い彼岸花だな。始祖の鬼である鬼舞辻無惨誕生に大きく関係してる花とされ、人食い鬼が生まれる原因となったとされる植物だぜ。人を鬼にする植物という、超重要アイテムとされていたぜ。
だがなんと青い彼岸花はほとんど言及がなかった上にまさかの最終回で発見されて、ハシビラアオバの管理ミスで枯れ果てて絶滅するという最後をたどったぜ。いかにも重要そうなアイテムだったのに作中でほとんど言及されることがなかったぜ。ジョジョで良い石仮面に相当するアイテムのはずなのに枯れて絶滅するというあっけなすぎるオチだったわよね。無惨は太陽の克服が目的で、それを達成させるために青い彼岸花を探していたわけだからな。太陽を克服したネズコが誕生した以上、青い彼岸花に触れる必要がなかったんだろうぜ。ただ、最終話とファンブックで青い彼岸花の詳細が語られており、日中に、しかもごく短い期間でしか咲かない希少な植物であることが明かされてるぜ。自然界でも栽培が困難らしく、現代になってようやく青い彼岸花の栽培法が確立したらしいぜ。現代の情報網でようやく手に入るレベルだから、大正時代程度の情報網では見つけるのはきついかもね。ちなみに炭治郎の母親のキエは青い彼岸花の場所を知っており、炭治郎もキエに教えられて場所を知っていたぜ。実はナタグモ山編での炭治郎の走馬灯でも青い彼岸花が出てきてるんだぜ。要するに無惨は第1話の時点で盛大なニアミスをやらかしていたということになるぜ。鬼には藤の花が苦手という弱点があるんだが、これは青い彼岸花が関係してる可能性があるぜ。どういうこと？原作ではなぜ鬼が藤の花が苦手なのかが語られてなかったが、おそらく藤の花は鬼化を治す薬の役割があったと思われるぜ。実際、炭治郎も鬼化してしまったが、藤の花の薬により人間に戻ってるぜ。要するに青い彼岸花で鬼化させて病気を治療し、そこから藤の花の薬を使って症状を完全に治して人間に戻すという手順だと思われるぜ。つまり、青い彼岸花と藤の花を使うことで初めてどんな病も治せる万能薬として機能するわけだな。現実でも一つの病気を治すために別の病気を発病させて、本来の病気を死滅させてから後から発病させた病気を治して治療するという治療法があるらしいから、青い彼岸花と藤の花はまさにそれかもしれないわね。おそらく、無惨の治療に当たっていた善良な医者は青い彼岸花で病弱だった無惨を鬼化させて強靭な肉体を得た後に藤の花の治療薬を使って無惨を治療する予定だったと思われるぜ。それなのに無惨は治療途中で腹を立てて善良な医者を殺してしまったせいで藤の花が投与されることがなく、鬼になってしまった可能性が高いぜ。つまり、無惨が腹を立てて医者を殺さなければ鬼は生まれなかったかもしれないぜ。まあ、あくまでも考察だけどね。ただ、青い彼岸花と藤の花の具体的な関連性は語られておらず、さっき私が話したのもあくまでも考察の域を出ないぜ。ただ鬼滅の刃の鬼は病気と深い関連性があることが遠回しに示唆されており、青い彼岸花が鬼イコール病気を生み出すアイテムなのだとすると、藤の花はやはり薬の役割があるのかもしれないぜ。いずれにしても青い彼岸花は詳細を知る前に絶滅したので謎だらけのアイテムであることには変わりないぜ。どちらかというと青い彼岸花が謎というより、藤の花の設定が謎よね。三つ目は入れ替わりの決戦だな。これまた詳細が明かされることがなかったぜ。この入れ替わりの決戦で分かってるのは、少なくとも上限の鬼はこれで序列を決めてること、負けた鬼は無惨の許可が下りれば食われることぐらいしか分かってないぜ。具体的にどのようにして決戦が行われるかは判明しておらず、勝利条件も不明だぜ。鬼同士の戦いを見たいと思ってた読者も多かったので、入れ替わりの決戦の詳細が明かされなくて落胆した人も多かったぜ。鬼同士の戦いも見てみたかったわよね。負けた鬼は基本的に勝った鬼に食われる仕組みらしいが、あくまで無惨の許可制なので食われないケースもあるぜ。上限の鬼でも入れ替わりの決戦で負けた者は基本的に食われるらしいので、それなりに入れ替わってた時期はあったのかもしれないぜ。それでも100年ほど顔ぶれが変わらなかったようだがな。敵同士の戦いという、いかにも読者受けしそうなバトルを一度も原作で描写しなかったのは別の意味で衝撃だったぜ。敵同士のバトルって基本盛り上がるのに、鬼滅の刃はそれをやらなかったわよね。作者はいらないと判断した内容はどんどんカットする方針らしいから、入れ替わりの決戦は不要と判断したのかもね。一応、ファンブックで入れ替わりの決戦のことは触れられてるので、全く触れられなかった設定というわけではないぜ。まあ、原作しか読んでない人は入れ替わりの決戦についてよくわからないことになるがな。入れ替わりの決戦は作者が考察の余地を残したと思えばいいかもしれないぜ。すべて完璧に伏線や設定を回収、公開すればいいってもんじゃないしね。あえて謎にすることで考察の余地も生まれるわけだし。四つ目は火の呼吸の13の型だぜ。火の呼吸は全てで12の型があるとされ、炭治郎は12の型までは把握してたぜ。だが、無限城決戦編にて隠された13番目の型があることが明かされたぜ。この時の読者たちの間では、どんな型なのかという議論が加速していたぜ。
結果、13の型は明かされたが、その内容は1から12の型を夜明けまで打ち続けるというものだったぜ。なんていうか、思ってたのと違ったわよね。もっとすごい技なのかと思われていたが、実際はただ12個アルタを夜明けまで打ち続けるという地味すぎる型だったので落胆した人もいたぜ。まあ、より1が使ったらすごい技なんだろうがな。炭治郎は13の型を実行しようとしたが、まさかの途中で途切れて失敗に終わるという残念な結果になったぜ。あれだけ重要そうな漢字を出してたのにまさかの失敗に終わったことで読者たちの間で物議を醸したぜ。しかもわざわざ日の呼吸の式を解読した千寿郎の努力が無駄になってる感もすごいわよね。そうなんだよな。千寿郎がせっかく13の型について言及し、明かされたのに千寿郎の手紙がほとんど役に立ってなかったぜ。これまた13の型のがっかり感が際立つぜ。それに13の型の名称も不明だしな。ただし、13の型の名称について有力な考察が存在するぜ。13の型の名称は鬼滅の刃とする説が存在するぜ。どうしてそんな説が存在するの？本作のタイトルロゴはよく見ると円環を成したデザインとなっており、ファンの間ではこれが火の呼吸の秘密を表したものではないかと話題に上がったことがあったぜ。そして直接名言こそされてないが、ファンブック、鬼殺体験文録2における火の呼吸の解説ページではタイトルロゴと同じ円環のデザインとともに型が並べられているぜ。そしてその円の中央に書かれているのが本作のタイトルであり、これにより、13の型の名称は鬼滅の刃なのではないかと言われてるぜ。つまり、火の呼吸、13の型、鬼滅の刃というのが13の型の正式名称ってこと？その可能性は高そうだぜ。また、より一の日輪刀には滅の文字が入っており、鬼を滅する刃、つまりは鬼滅の刃を意味してると思われるぜ。これまた13の型の名称が鬼滅の刃とする説の一つだと思われるぜ。まあ、いずれにしても13の型は意味深な出し方をしておいて結局不発に終わったので肩透かし感がすごかったぜ。一人の力よりもみんなの力で戦うことの方が重要と考えると納得できなくもないけどね。とまあ、鬼滅の刃で何だったんだとよく言われてる設定、伏線は階級制度、青い彼岸花、入れ替わりの決戦、火の呼吸13の型だな。だが、いずれも原作、ファンブックで最低限の情報は公開されており、実は極端に謎だらけの設定はほぼないと言っていいぜ。まあ、私が見逃してるだけで他にも謎だらけの設定があるのかもしれんがな。まあ、こうやって考察の余地が残ってるのは色々想像できて楽しいと思うぜ。全部答えが出ちゃうってのもそれはそれでつまらないもんね。こういう謎の要素があるからこそ、物語に深みが出るというものよ。まとめると鬼滅の刃には謎の設定がいくつかあるが、最低限明かすべきところは大体明かされてると言えるぜ。謎の部分も考察の余地がある要素があるので鬼滅の刃の設定は深みがあると言えるぜ。そうね。ということで鬼滅の刃の何だったんだと言われてる設定4選を終わるぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、ツイッターのフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。